やっぱりシェルター自体の運営も結構大変なんですよね。そうです。まず産業動物の方ではですね、まず福島県の報告では、原発事故前の段階で牛が大体3400頭、豚が3万2000頭、鶏が6万、あ、ごめんなさい、6万、あ、63万羽いたと言われているんですけれども、そのほとんどは原発事故以来ですね、1ヶ月以内でほとんどなくなっていると。若干牛がですね、1000頭ちょっとくらいまだ生存しているということなんですけれども、ほとんどなくなっているという状況です。で、小動物に関しましては、犬猫を合わせてですね、20キロ圏内、いわゆる警戒区域内におおよそ1万頭いたと言われているんですけれども、まずそれの4分の1のですね、2500頭が地震、津波によってですね、その段階でまず亡くなっているということとですね、あと同行避難できたのは、飼い主さんと一緒に避難するという、いわゆる同行避難、300頭しかいなかったと。あと、いろんなボランティアさんが来て、警戒区域から出したものが2000頭くらいいると。およそ1ヶ月以内で、衰弱死、餓死ですね、をしたと言われております。去年の4月の段階ですね、大体震災から1ヶ月くらい経った段階で、福島市近郊の飯野というところにですね、第一シェルターを設置しました。もうギリギリになったもんですから、去年の10月にですね、郡山市近郊の三春町にですね、第二シェルターを設置して、順次移動しているという状況です。今月の12日からもですね、また飼い主さんの保護依頼に基づく捕獲というのを行って、県と環境省で行っています。生態系が変わっていてですね、犬猫で言えば特に猫がかなり繁殖しているということが確認されております。ワンちゃんも多少はいるんですけれども、それほど繁殖は進んでいない。それ以外ですね、放たれている牛ですね、いわゆる放浪牛が、今300頭くらいいると、子連れですね、いると言われていたりと、逃げた豚がですね、山に入って、イノシシと交尾してですね、犬豚がかなり繁殖しているということが言われています。飯野シェルターとですね、三春シェルター2つ、1ヶ月におおよそ600万円くらいの、お金がかかってしまうということがあってですね、現状では全て義援金で賄われているものですから、非常に資金面でですね、苦しくなってきているということがありますので、ぜひ募金等のご協力をいただきたいということで、あと、シェルター自体でのですね、人手が全然やっぱり足りないものですから、お手伝いいただけるボランティアさんを募集しております。現在いる動物、シェルターにいる動物たちの、里親さんが非常に少ないということで、こういった被災した動物たちをですね、飼ってもいいなという方がいらっしゃったら、ぜひ申し出いただきたいと思います。